おはようこんにちは、そしてこんばっけん。どうも私バッケンでございます。さあ今回はスイッチで発売するカプコンアーケードスタジアムを特集したいと思います。このソフト、なんとカプコンの名作アーケードゲームが32作品も収録されてるんですよ。しかも巻き戻し機能、難易度やゲームスピードの変更、どこでもセーブ&ロード機能、画面フィルター機能、タイムアタックモードなどいろんなモードが充実してるんですね。今回のこのゲーム、10本ずつのパックになってそれが3本発売するということなんで、自分の好きなゲームを選んで買うことができるんですよ。さらに1943に関しては無料で遊べちゃうだけじゃなくて、単品で販売している魔界村は30本セットで買うとおまけでついてくるんですよ。そんなカプコンアーケードスタジアムの家庭用移植されているものを今回紹介しようと思うので、よかったらご覧ください。それでは行きましょう。スタート。カプコン。さあまず最初に紹介するのはこちら1943ですね。このゲーム、先ほども言いましたけども、今回無料で遊べてしまうっていうのがすごいですよね。ゲームの特徴なんですけども、19シリーズの第2弾ということで、自分はアメリカ軍の戦闘機に乗って、敵は日本軍なんですよね。ここがなかなかちょっとね、新しいというか珍しいなって気がするんですけども、そしてこのゲーム1942同様に宙返りで敵の攻撃を回避することができるだけじゃなくて、メガクラッシュで画面全体をね攻撃して敵の攻撃を回避することもできるんですよ。カプコン。さあここからはね、アーケードスタジアムパックの紹介ですが、まずはパック1の1本目バルガスから見ていきたいと思います。このゲーム、実はねカプコンのアーケードデビュー作としても有名なんですが、特徴的なのはこのゲーム、ステージクリアという概念がないんですよ。その代わり背景が大きく変化していくので、そこがね一応ステージクリアという形にはなりますね。で、武器はメインショットとキャノンショットの2種類あるんですが、このキャノンショットが弾数に制限はあるんですけども、一発で大型の敵を破壊する威力があるんですよ。まあアーケードのデビュー作でこのクオリティのゲームを作ってくるところがさすがはカプコンですね。カプコン。続いて2本目のゲームはこちら、ヒゲ丸。こちらのゲームを見ていきたいと思います。このゲーム、画面固定型のアクションゲームなんですけども、主人公の水兵を操作して海賊のヒゲ丸軍団を倒すというゲームですね。ゲームのルールは、樽や袋などを敵にぶつけて倒して、そしてステージをクリアしていくという、そういうゲームなんですけども、意外とこのゲームパズル的な要素があって楽しいんですよね。あとファミコンの魔界島というゲームがありますけども、あの魔界島はこのヒゲ丸がベースになったことでも有名ですね。カプコン。続いて3本目はこちら1942ですね。このゲームも先ほど紹介した1943と同じ、自分はアメリカ軍となって日本軍を倒すというゲームなんですよ。まあ、このゲームの特徴、やっぱり宙返りで敵の攻撃をかわすというところだと思うんですけども、これはね当時なかなか斬新だなと思いましたね。ちなみにファミコン版の1942っていうのはカプコンファミコン参入第1弾のゲームでもあるんですよ。あとやっぱり1942といえば敵のね巨大な飛行機アヤコですけども、これは当時開発チームにいたアヤコという女性が背が高かったので、そこから撮ったと言われてますね。カプコン。それでは4本目のゲームはこちら、戦場の狼ですね。さあこのゲームなんですけども、主人公のスーパージョーがジャングルを舞台に戦うトップビューのアクションシューティングの名作ですね。
主人公の攻撃は基本的にはマシンガンでの攻撃と手裏弾での攻撃のこの2種類なんですけども、まあこのゲームそのものもね、もちろんむちゃくちゃ面白いんですけども、 BGM が本当に最高なんですよ。まあ、私ねファミコン版ですけども、当時この BGM がすごく好きで、よく口ずさみながら歩いてましたね。タプコン。それでは5本目のゲームはこちら、セクション Z ですね。このゲーム、宇宙で暴れ回るバラングル帝国が地球に攻めてきたので、人工生命体エルブレインがそれを迎え撃つという内容なんですけども、まあ、ゲームだけ見てると絶対にストーリーがわからないなと。ちなみにゲームの特徴なんですが、横スクロールシューティングかなと思いきや、実は途中で縦スクロールに変わったりするという、こういう変則的なスクロールが特徴的なゲームなのと、あと主人公のエルブレインも右と左自由に打ち分けることができるんですよ。ちなみにこのゲーム、ファミコンのディスクシステムに移植されていることでも有名ですね。タプコン。それでは6本目のゲームはこちら、戦いの挽歌ですね。このゲームなんですけども、主人公リュウが核戦争後の世界を支配する剣王を倒して世界を救うというのが目的なんですが、剣王といってもね、ラオウではないので設定も似てますけども、ゲームはサイドビューのアクションゲームで、剣と盾を使って戦っていくんですけども、敵の攻撃によっては素手になってしまうということもあるんですよ。あとカプコンというと主人公の名前がリュウということが多いんですけども、実はこのゲームの主人公が初代リュウらしいですね。タプコン。続いて7本目に紹介するゲームはこちら、アレスの翼ですね。このゲームのストーリー、悪のコンピューター、ダークの破壊というのが目的なんですが、特徴的なのはこのゲーム2人同時プレイができるんですよ。まあアレスの翼っていうと主人公が翼の生えた女の子っていうイメージが強いんですが、実はね2プレイキャラって翼の生えた男性なんですよね。ちょっとそれを知った時はね、軽く驚きましたよ。他にもゲームの特徴というと、途中で横スクロールのアクションパートになったりするんですよ。このあたりの工夫なんかもプレイヤーを飽きさせないようにしてるのがさすがはカプコンですね。タプコン。8本目のゲームはこちら、バイオニックコマンドですね。ただ今タイトルがトップシークレットとなってましたが、実はバイオニックコマンドっていうのは海外のタイトルで、国内ではトップシークレットというタイトルなんですよ。ちなみにゲームの特徴は、主人公はねジャンプができないんですけども、代わりにワイヤーを使って移動するというのがこのゲームの特徴ですね。他にもね、実は主人公が戦場の狼と同じスーパージョーなんですよ。それはね初めて知った時にめちゃくちゃびっくりしました。あとファミコンで発売されたヒットラーの復活っていうのは、このゲームがベースになった作品なんですよ。タプコン。さあ続いて9本目はこちら、フォゴットンワールドですね。さあキャラの濃いマッチョの主人公が2人今登場しましたが、実はねこのフォゴットンワールドっていうタイトルは海外と家庭用に移植した時のタイトルで、もともとはロストワールドっていうタイトルなんですよ。ゲームの目的は悪の創造主天帝バイオスを倒すことなんですけども、見た目はねオーソドックスな横スクロールシューティングなんですけども、特徴としてはローリングボタンというので、360度好きな角度に攻撃することができるんですよね。
タプコン。それでは10本目に紹介するゲームはこちら、大魔界村ですね。もうこのゲームに関しては説明不要だと思うんですが、死にゲーの代名詞、高難易度ゲームで有名な魔界村の続編にして、ストーリーで言うと3年後の世界が舞台になってるんですよね。で、今回の敵は大魔王ルシファーを倒すのが目的なんですけども、まあ、このゲームとにかく難しいんですけども、何度もプレイしてると自分がどんどん上達していくっていうのが分かるんですよ。まあ、メガドライブ版と PC エンジン版の移植が有名ですけども、どちらかというと PC エンジンスーパーグラフィックス版の方がクオリティが高いらしいですね。タプコン。それではここからはカプコンアーケードスタジアムパック2の紹介ですね。まず1本目はこちら、ストライダー飛竜。もうこのゲームも今でも人気のある名作アクションゲームですね。舞台となっているのは2048年なので近未来なんですよね。世界を支配するグランドマスターを倒すために主人公飛竜が戦うというストーリーなんですが、このゲーム特徴としては主人公の飛竜が壁や天井に張り付いたりしながら移動できるんですよ。なのでゲーム自体はね、オーソドックスな 2D アクションなんですけども、飛竜の多彩なアクションのおかげですごくね、奥が深いものとなってるんですよね。タプコン。それでは2本目のゲームはこちら、天地を喰らうを見ていきたいと思います。このゲーム、三国志がベースになった元宮博先生の漫画が原作のアクションゲームなんですけども、実はね、アーケード版の完全移植っていうのは今回が初めてなんですよ。なので動画に関しては PC エンジン版で紹介してるんですが、いや、このゲームを移植してっていう声めちゃくちゃ多かったと思うし、私も本当に楽しみですよ。まあ、プレイして思ったのは、天地を喰らう2はね、純粋なベルスクでしたけども、このゲームに関してはシューティングに近いような感覚で遊べるかなと、そう思いましたね。タプコン。3本目はこちら、出ました、ファイナルファイトですね。もうこのゲームは当時本当に流行りましたね。私もゲームセンターとか駄菓子屋筐体でめちゃくちゃ遊びましたよ。ゲームの目的はね、マッドギアという犯罪組織を潰すことと、そしてさらわれてしまったハガーの娘ジェシカを助け出すことなんですけども、それまでね、ベルスクというとダブルドラゴンというものがね、やっぱり人気でしたが、このゲームをきっかけにベルスクの一番人気作品はファイナルファイトに変わったなと、そんな感じでしたね。やっぱりそれまでのゲームにはなかった爽快感っていうのがこのゲームにはすごい溢れてたっていう、それがもう魅力でしたね。タプコン。それでは4本目に紹介するゲームはこちら、1941ですね。さあ、このゲームなんですが、19シリーズ3作目なんですけども、今回は太平洋ではなくてヨーロッパが舞台になってるんですよね。でもう時代がね、1990年代のシューティングというだけあって、グラフィックがめちゃくちゃ綺麗になってるんですが、上がってるのはグラフィックだけじゃなくて難易度もね、やってみるとかなり難しかったですね。このゲーム、国内だと PC エンジンスーパーグラフィックスにしか移植されてないんですけども、海外だと PSP のカプコンクラシックコレクションリミックスに移植されてるんですよね。まあ、今回はそちらの PSP 版で遊んでおります。タプコン。続いて5本目のゲームはこちら、戦場の狼2ですね。さあ、このゲームなんですけども、先ほど紹介した戦場の狼の続編なんですけども、ストーリー的には特につながりがないみたいですね。クーデターで拉致されたアメリカの大統領を救出するのが目的なんですけども、今回はなんと3人同時プレイが可能なんですよ。
もちろん前作からグラフィックも大幅に進化してますし、あとね、前作では一発で敵にやられてましたけども、この戦場の狼2はライフ制になったんで、そこも遊びやすくなったのが嬉しいですね。ちなみにメガドライブ版は1人専用なんですけども、移植のクオリティは当時としてはかなり高いと思います。タプコン6本目のゲームはこちら、チキチキボーイズをやりたいと思います。さあ、このゲームなんですけども、魔物によって滅ぼされた国の王家の血を引く少年が王国復興を目指してドラゴンブルーアイズを求めて冒険するというゲームなんですけども、ゲームの内容はね、オーソドックスな横スクロール 2D アクションなんですけども、画面を見た感じ多分ね、私と同じことを思った方いるんじゃないかな。このゲーム、カプコン版モンスターワールドって言われることが多いんですよね。まあ、移植に関してはメガドライブ版、PC エンジン版で、先ほどのカプコンクラシックコレクションリミックスとあるんですが、今回は PC エンジン版で紹介させていただきました。タプコン。それでは7本目のゲームはこちら、 US ネイビーを紹介したいと思います。このゲーム、実は初の家庭用移植のゲームなんですよ。まあ、そういう経緯もあってね、今回は画像だけでの紹介となっちゃうんですけども、このゲームね、横スクロールシューティングの名作として知られてるんですが、もともとはね、あのカプコンの名作エリア88の続編として作られてたんですよね。ただ版権が取得ができなかったということもあったので、このオリジナル作品として発売することになったんですよ。なのでゲームのシステムはエリア88とほぼ同じような感じになってるのもこのゲームの特徴ですね。タプコン。さあ、8本目は出ました、ご存知、ストリートファイター2ですね。もうこのゲームこそまさに説明不要の名作と言っても過言ではないと思うんですよ。このストリートファイター2が登場する前と登場した後でゲームセンターの歴史は一気に変わってしまいましたし、このゲームがきっかけで格ゲーブームというのが起きましたからね。そもそもね、このゲームが登場するまではコンピューターにどうやって勝つかっていうのが楽しみだったんですけども、このスト2っていうのはいかに人間相手に勝つかっていうのがテーマになってて、私もね、よく対戦台に並びながら100円を握りしめたっていうのを覚えてますよ。タプコン。それでは9本目に紹介するゲームはこちら、キャプテンコマンドですね。このゲーム、宇宙全体にはびこる犯罪超人を倒すためにコマンドチームが戦うというストーリーのゲームなんですけども、時代がびっくりすることに2026年なんですよね。そんなこと起こるかなって感じがしないでもないですが、ゲームの方は割とね、オーソドックスなベルトスクロールアクションで、まあ、ゲームのクオリティは高いんですけども、最大の特徴は何と言っても4人同時プレイができることですよね。ただね、当時は4人でプレイすることがほとんどなかったんで、今はね、オンラインを通じて4人で遊べるというのが本当にいい時代になりましたね。タプコン。それでは10本目はこちら、バースを見ていきたいと思います。このゲームですけども、2人同時プレイが可能の縦スクロールシューティングで、ゲームとしてはね、割とオーソドックスなタイプのゲームなんですけども、クオリティはね、かなり高いなと思うんですよ。で、特徴としてはステージ数が30ステージもあるんですよね。ただ1面1面は割と短めでテンポがいいので、そのあたりもやはり遊びやすい設計にはなってると思います。ただこのゲーム、国内の家庭用移植が全くされてなくて、唯一移植されているのが海外のカプコンクラシックコレクションリミックスか、プレステ2のカプコンクラシックコレクションボリューム2だけなんですよね。タプコン。
さあここからはカプコンアーケードスタジアムパック3の紹介ですが、1本目はこちら天地を喰らう2ですね。まあ、やはりね、天地を喰らうのゲームといえば1よりもこちらの2のイメージを持っている人が多いと思うんですよ。それぐらいこのゲーム本当に流行りましたからね。まさにベルスク史に残る名作だと思うんですけども、まず特徴的なのは前作がね、どちらかというとシューティングに近いような感じだったんですけども、今作は純粋なベルトスクロールアクションになってるんですよ。他にも前作はね2人同時プレイでしたが、今作は3人まで同時プレイができるので、そういう意味でも遊び応えがある名作ですよね。タプコン。続いて2本目はこちらストリートファイター2ダッシュターボですね。こちらのゲームストリートファイター2ダッシュのバージョンアップ版なんですが、もともとはね海外の海賊版対策で出したものなんですよ。まあスト2からの変更点というと、一番大きいのはまず全キャラから選択可能になったこと、そしてもう一つはスピードが 1.7 倍になったことなんですけども、思えばねこの頃ぐらいからかな、ゲーセンの対戦で上手い人がどんどん上手くなっていって、対戦では全く勝てなくなっていったなと思うのは、タプコン。さあ続いて3本目に紹介するのはこちらスーパーストリートファイター 2X ですね。このゲームストリートファイター2から新キャラが4人追加され、さらに通常技必殺技の追加、そしてスーパーコンボが追加されたという、まあ、バージョンアップというよりもほぼほぼ新作に近いような感覚のゲームですね。まあ、私も学生の頃学校の帰りとかにゲームセンターでやるというと、このゲームをやるかキングオブファイターズをやるかっていうぐらいかなり長いことよく遊んでましたね。あとようやく登場した2人目の女性キャラキャミーが本当に当時人気ありましたね。タプコン。4本目に紹介するゲームはこちらパワードギアですね。パワードギア。こちらのゲーム近未来を舞台に人型兵器バリアントアーマーを使った戦争を描いたベルトスクロールアクションなんですけども、最大で3人同時プレイができるんですよ。それまでにはなかった重量感やパーツの付け替えによってのパワーアップが特徴なんですよ。そしてなんといっても最大の見どころが、協力プレイだと場所は限定されるんですが合体して戦うことができるんですよね。これがねめちゃくちゃかっこいいし爽快感があるんで、個人的にも大好きなベルトスクロールアクションですね。タプコン。続いて5本目のゲームはこちらサイバーボッツですね。このゲーム先ほど紹介したパワードギアに登場するロボットやキャラクターが活躍する対戦格闘ゲームなんですけども、ただねストーリー上のつながりはないみたいですね。魅力としてはメカの重量感のある動きや背景のビルが崩れ落ちるなどの演出などがかっこいいというのがあるんですよ。まあカプコンのね対戦格闘ゲーム機械王というロボットものがあるんですけども、今思うとカプコンって機械王やサイバーボスなどロボものの格ゲーが結構好きなメーカーなのかもしれないですね。タプコン。それでは6本目に紹介するゲームはこちら 19XX The War Again Destiny ですけども、このゲームも今回家庭用初移植ということで、残念ながらね画像のみでの紹介となるんですよね。まあ、このゲームも19シリーズの中の1本なんですけども、ゲームセンターでプレイした時は従来の19シリーズをプレイしている感覚よりも、どちらかというとねライデンとかをプレイしている時の感覚に近いかなっていう気がしますね。
まあこのゲームもね、今まで移植してほしいという声も多かったと思いますし、私もねずっと移植してほしかったんで、今回遊べるというのはめちゃくちゃ楽しみですね。タプコン。それでは7本目のゲームはこちら、バトルサーキットですね。賞金稼ぎのサイボーグがお尋ね者を追う最大4人同時プレイができるベルトスクロールアクションなんですけども、一説には現時点でのカプコンベルスク最終作とも言われてるんですよ。このゲーム普通に攻撃するだけじゃなくて、コマンド入力による必殺技や他のプレイヤーとの合体技、さらには稼いだ賞金で必殺技を購入してパワーアップしていくなど、まさにカプコンのベルスクの集大成ともいえる名作のゲームなんですよね。まあ私もこのゲーム本当に大好きですよ。タプコン。8本目のゲームはこちら、ギガウィングを見ていきたいと思います。このゲーム、カプコンの弾幕系シューティングとして人気の作品なんですけども、最大の特徴はリフレクトホースという装備なんですけども、これはね、いわゆるバリアを張ることができて、それをさらに自分の攻撃力に変えることができるんですよ。それによって弾幕イコール避けるというものの概念を変えて爽快感を生み出したということで、このゲーム人気だったんですよね。ちなみに今回は唯一の家庭用移植、ドリームキャスト版でのプレイとなっております。タプコン。それでは9本目のゲームはこちら、1944ですね。このゲームも残念ながら国内での家庭用ゲーム機への移植はないので、今回画像のみの紹介となります。ちなみにこの1944がカプコンの看板シューティング19シリーズの現時点でのアーケード最終作品なんですよ。まあ、前作の 19XX と比べると初代の雰囲気に近いゲームと言われているので、まあ、原点回帰という感じですね。まあ、このゲーム縦スクロールシューティングなのに横画面スクリーンっていう、なかなかそれも珍しいなと思うんですけども、まあ、今からねプレイするのがすごく楽しみな作品の一つですね。タプコン。さあそれでは10本目のゲームはこちら、プロギアの嵐ですね。まあ、この作品も国内家庭用移植が今までなかったので画像のみでの紹介となっちゃうんですけども、実はねこのプロギアの嵐という作品、開発はあのドドンパチで有名なケイブが作ってるんですよ。しかもねケイブ初の横スクロールシューティングらしいんですよね。まあ、数少ない弾幕系横スクロールシューティングということでね注目をされた作品なんですが、長年このゲーム家庭用移植をしてほしいという声が多かったので、今回の家庭用移植は私もめちゃくちゃ楽しみですよ。タプコン。さあそれでは本日32本目、最後に紹介するのはこちら、魔界村ですね。このゲーム死にゲーの代名詞でカプコンの代表的な作品ですけども、実はねファミコン版よりもアーケード版の方がね簡単なんですよ。普通は逆のパターンの方が多いんですけどね。そしてオープニングでも言った通り、この魔界村に関しては単品でも販売してますし、全種セット30本セットを買うとおまけとしてついてくるので、ファンはね必ず全種セットを買うんじゃないかなと思います。ということでございまして、今回ここまで見ていただきましてありがとうございました。またよかったら次の動画も見てください。ここまで私バケがお送りいたしました。ではではバイバーイ。